今日は正蓮さんのメッセージということでお話をさせていただきたいと思います。先日ですね、私は夢を見ました。この夢というのがですね、出かけている先で正蓮堂から煙が出ているという連絡を受けたというところから始まるんですね。正蓮堂から煙が出ているとすると、もしかしたら不審火か火事かもしれないということで、慌てて帰ろうと思ったわけですが、どういうわけか、私は徒歩なんですね。自宅からしばらく離れたところに私はその当時いたわけですが、そこから歩いて帰らなければならない、急いで帰らなければならない、どうやってもなかなか帰ることができないんですよ。で、自宅にいるのは次男だけで、家族はみんな出かけていると、そんな状態で早く行かなくちゃ、早く行かなくちゃ、こんな気持ちばっかり先行している中で夢が覚めたんです。しばらくすると遠くの方で電話が鳴っているということに気づいたわけですね。あの電話は妻の電話だなというふうに耳をこうそば立てていると、どうも電話の相手は妻の母親であるようだというところまで分かった。時間を見てみると午前2時30分というところで、何かあったのかなというふうに思っていたところ、階段を降りたりガサガサいう音が聞こえてきた。実はこの日、妻の両親が我が家に泊まりに来ていた。体調が悪いのかな、それとも何かあったのかな、気になって様子を伺いに行くと電気がつかない。そういえばこの日はとても暑い日でエアコンをかけて寝たけども、そのエアコンがいつの間にか切れていた。廊下の電気もつかない、おかしい。そこでブレーカーが落ちているということに気づいたわけですね。ブレーカーの主管といって、その大元になっている部分を見てみると、そこが落ちている。そしてその主管から各場所に行くための小さい、いわゆるブレーカーの小ブレーカーというものがあった。これも全て落ちているわけですね。ブレーカーのその主管を上げても全部落ちてしまう。ということで、私はおかしいなというふうに感じて原因を探し始めた。なんでこのブレーカーが落ちているのかというその理由もわからなかったわけですが、なんとなく漏電をしているんではないかという、そういった可能性があるということに気づいた。そこでブレーカーの主管を上げて、小さい小ブレーカーを一つずつこう上げていくことによって、どこの箇所が不具合があるか、どこの場所が問題があるかということを探っていこう、そうしていったところ、ある箇所に来るとドーンと全部主管が落ちてしまうという、その場所があったんです。これが自宅の電子レンジのあたりだったということが分かったわけですね。そこでこの電子レンジのその小ブレーカーを上げない状態で他の場所を全部上げた。こうすると全部に電源が行き渡るということになったわけです。朝になったらいつもお世話になっている電気屋さんに連絡をしようということで、その時は一旦寝たわけですね。朝になってその電気屋さんに連絡をして来ていただいたところ、この電子レンジにつながるその
場所に埃が溜まっている、あるいは水漏れがあったのではないかという、そういった状態でブレーカーが落ちてしまったということが考えられるなというふうに結論付けられたわけですよ。もしかしたらそのまま放っておいたら何かに接触をして火が出ていた可能性もあるかもしれない。夜中ですからね、火事になっている、そういった可能性も否定できなかったわけですね。これには非常に驚きましたね。もしかしたら火事になる可能性もあったかもしれない、こんなことを気づかせてくれた。これは紛れもなく聖伝さんなのではないかということに気づいた。弁網が寝ている間に聖伝さんの夢を見たということは、弁網に知らせてくれたんではないかということに気づいた。転ばぬ先の杖という言葉があります。日頃から私は聖伝さんに対してお供え物をして、お菓子をあげて、お酒をあげて、日々手を合わせているということを続けているわけです。しっかりとお給仕をするということで、事前に助けを出してくれたんではないか、このようなことを思ったわけですね。神様、仏様というのは普段は何もしてくれないというふうに思うかもしれませんが、やはり心の中に神様の存在、仏様の存在を強く意識していることで心が安定するということにもつながりますし、生活を落ち着かせていくことにもつながっていくんだなということを改めて気づくことができました。今日は聖伝さんのメッセージということでお話をさせていただきました。